と、それじゃあ染色体の乗り換え、遺伝子の組み換えについて、説明します。染色体の乗り換えっていうのは、染色体の乗り換えだからね。これ、組み換えってやったらバスだよ。遺伝子の組み換え、ね、染色体の乗り換え、ね、組み換えって間違えてしないようにね。これいつ起きるかっていうと、原数分裂、第一分裂の前期、第一分裂の前期に起きることです。じゃあね、簡単に説明しましょう。もともと、例えば細胞がこうあって、で、双胞染色体があってね、で、そしてそれが複製、そこにね、例えばラージ A、ラージ B、ね、スモール A、スモール B って染色体が載ってたとしましょうか。これが複製されて、ね、複製されて、同じものが複製されて、ね、そして、この辺もね、ここにラージで、ここにもラージ、ね、ここにスモールで、ここにもスモール、同じものが複製されて、そしてね、本来できる配偶者はというと、本来できる配偶者は、ラージ A とラージ B、スモール A とスモール B が絶対同じ紐の上にあるんだから、ラージ A、ラージ B、ラージ A、ラージ B、スモール A、スモール B、スモール A、スモール B、こんな風に2種類の、ね、配偶子しかできないはずだよね。はい、そうだよね。ここで切れて、次は X が分かれるんだから、ね、大文字同士、小文字同士で、必ず一緒にいるはずだよね。だけど、染色体の乗り換えって現象が起きると、染色体の乗り換え、ね、どんな現象かっていうと、まるでね、仲のいい、ね、仲のいい姉妹がこうやって寝てるときに、こうやってうーんってね、足をこうのしっと相手の足の上に乗せてしまうみたいに、この双胞染色体も第一分裂前期にうーんってのしっとね、相手の足にのしっとね、自分の体の一部を乗せてしまうんです。こんな具合、うーんのしっね、乗せてしまう。ラージ A、ラージ A はいいよ。ここにラージ A があって、ここにもラージ A があるのに、でここにラージ B があるのはいいんだけど、よいしょ、ね、足を、ね、乗せてしまって、こっちにラージ B、相手も同じね、スモール A、スモール A、スモール B、スモール B、そしてこのこことここ、この一部をお互い交換し合ってしまうんです。それが染色体の乗り換えです。乗り換えが起きて、もう正常に原数分裂は進んでいくので、この第一分裂が終了すると、この1個の細胞はこんな風に2個に分かれます。で、どんな配偶子ができるかっていうと、例えばこっちはいいですよ、ラージ A と、でこの X が分かれるからね、ラージ A とラージ B が持ってるのはいいんだけど、例えばこの染色体に注目して、こっちの染色体に注目して、この染色体に注目して、この今この紐に注目して、このごめんね、この DNA に注目して、この青の DNA、 これさ、ここで一部が交換されてしまったために、ここにラージ B が載ってるのはいいけど、ここにはスモール B が載ってるよね。ラージ A が載ってるのはいいとして、下に交換されたスモール B が載ってるね。
右も同じね。スモール A、スモール B の他にもスモール A、ラージ B が乗ってるよ。ここね、これ。これね。これ。見て、本来そんな配偶詞できるはずじゃなかったんだよ。ただ、ここでお互いの一部を、ここでお互いの一部を交換してしまったばっかりに、こんな風なおかしな配偶詞ができてしまった。組み換えが起きた配偶詞って言いますが、遺伝子の組み換えが起きた配偶詞ができてしまった。ね、これね、多様な配偶詞ね、いろんな遺伝子型を持った配偶詞を作るシステムが、こんな風なシステムが僕らの体の中に あるんです。で、例えばね、教科書に組み換えか、あとどういうでしょう、組み換えかっていうのは全配偶詞中、この図で言ったら1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、全配偶詞中遺伝子が組み換え、遺伝子の組み換えが起きて、生じた配偶詞は何個ですかって意味なのね。何パーですね、何パーセントですかって意味なの。1、2、3、4、5、6、7、8、8個中、この図だけで言うと、1個、2個、2個だから、この場合、組み換えかは、組み換えかは、25% って答えるのね。こんな風にね、ちゃんと、もう紙の上の数字だけの世界じゃなくて、しっかり染色体の動きから組み替え化まで説明できると、これどんな問題も解けるようになりますから、ね、ちょっと難しいけど、ね、しっかり、ね、マスターしていきましょう。しっかり